奈良ビービみなさん、こんにちは。リポーターの神林美香です。奈良町を散策してきたんですが。 赤い発表着ている方々に出会いました。こんにちは。こんにちはあの、何をされてるんですか？呼び込みです。<laughs> あ、お二人でされているんですね。あのここでは何を楽しむことができるんでしょうか？落語の方を楽しんでいただいております。はい。さ楽しいお囃子の音に乗って階段上がってきました。奈良町落語館の中に入っていきたいと思います。 奈良町落語館の中に入ってきました。皆さん見てください。もう本格的な妖精です。なんかもうテンションも上がってきますし、ドキドキしますね。それではここでちょっとお話を聞きたいと思います。奈良町落語館の館長さーん。はーいあ、こんにちは。うようこそ、奈良町へ。はい、ありがとうございます。えー、田中浩一と申します。よろしくお願いします。 さて田中さんこちらのですね奈良町落語館なんですけれどもいつ頃オープンされたんですか？昨年の6月2日なんですよ。はい。あの奈良町っていうとあの落語っていうイメージ私今までなかったんですがどうして奈良町で落語なんでしょうか？あの奈良町を散策していただきますとそれがはっきりわかるんですよ。落語に登場するねそういう風景が。 必ずあ現れますんで、はい、それとですねあの落語というとねあの伝統芸能というねその,あのジャンルに入るんですけども大衆芸能として、えー、発展したその落語というのを、ね、根付かしたいということで、えー、とりあえずですあのこの奈良町落語館をオープンさせたと。なるほど皆さんにもそれではこちらの奈良町落語館お立ち寄りいただきたいなって思うんですけれどもいつオープンしてるんでしょうか えーっとですね、今は月曜日以外ですね、オープンしております。で、ここ、まあ、あの、来ていただいたらわかるんですけども、あの、いろんな資料、いわゆる芸能に関する資料をいろいろ置いておりますので、えー、それをゆっくりとあー、閲覧していただきながら、ティータイムを楽しんでいただくと、そういう、う普段の空間はそうなんですよね。はい。あの、落語はいつ聞くことができるんでしょうか 毎週土曜日に行っております。はい、それはね、土曜ティータイム寄定ということで、えー、14時30分あの開演になっております。1時間前に開場いたします。さて、先ほどですね、これからいろいろな構想があるというふうに申ししゃってたんですが、今後 のイベントをもっと詳しく教えていただいてもいいですか？そうですね。あの小さなイベントはねたくさんあるんですけども。も、えー、11月にね。毎年、えー、奈良町落語フェスティバルっていうのを行っております。あの今年はですね。11月の20日と21日でございます。えー、髪型落語家の方がね、えー、25名から30年30人来てくれはるんですよ。はいで、街の中で出ますとですね、えー、演目に出てくる。 そのあの食べ物とか、それから道具類ですね。そういうのをね、あの体験していただく、まあ食べていただくということですね。でも田中さん、私あの落語良かった。今日聞いていきたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。もうぜひとも聞いてください。落語会に行ってきまして。だらですね。お客さんがですね。ちょうどインフルエンザが流行った時期でして。ちょうどね。入るところでマスク変わってはります、ね。 まだ三千人のお客さんが見てあげてくださいね。もう <laughs> それを書いていただきます。でもあの人が権限持ってますからね。できることだったらできない事。生の落語、私めっちゃかぶりつきの席で楽しませていただきました。今日ご出演されていた書福亭純平さんにお話伺います。こんにちは。はい、どうもよろしくお願いします。 いやほんまに笑わせていただきましたまめっちゃ楽しかったですありがとうございますやっぱり生でね落語は特に生で見ていただくのが一番いいんですけれどもね、えー、あのー、テレビとかで見るよりは迫力があったりとかはいあの空気が伝わったりとかいたしまして楽しんでいただけたのではないでしょうかはい。 先にですね田中館長にもお話を伺いまして落語を聞くとまた奈良町を歩くのが楽しくなるというふうに言われてたんですが<ー>その理由がよく分かりましたあ確かにあの何て言うんでしょうかねやっぱりこの街並みが落語の,この風景にすごくマッチしてますので本当になんか落語ワールドに入ったような、ね、奈良町というのはそういう魅力があの多分にございますね潤、はいはい、平さんがこの奈良町でお好きな雰囲気というのは何かありますか あそうですねあの何て言うんでしょうかね、あの昔風情がこんだけ残ってまして、えー、なおかつ、あのよそ行きじゃないその安心感といいましょうかね、なんかあのひょっとしたら、パジャマのまま歩いてても、うん、別に許されるんじゃないかっていう、うその上で、なんかこの昔風情がなんかタイムスリップしたような、えー、その不思議感がすごく大好きです。はい なるほど、じゃあもう皆さん散策された後にはぜひですねこちらにも気軽に遊びに来ていただきたいですねありがたいですねあの土曜日のお昼2時半からはもう毎週落語を2つやってますんで、まあ、ちょっとミニ落語会でそれ以外に特別公演なんかもあのこちらでもしてますしそれ以外にもあの地域寄せといいましてあのお店屋さんを借りて落語会やってるというところもたくさんにございますので今まさにあの独自の奈良の落語ブームというのが起こっているところでございますからえそこで じゃあいつも落語を楽しんでいらっしゃる方もまだ聞いたことがないという方にも、はい、ぜひこちらの奈良町落語館をお越しいただきたいと思います。はい、さて淳平さん<っ>今日いろいろねお話も楽しませていただいたんですけれども、はい、最後にいつもやっているポーズを一緒にやっていただきたいんですがよろしいでしょうか えー、はい、私もやらせてもらっていいんですか。はい、はいはい、ぜひよろしくお願いします。それではいきます。せーの、ならドット TV。TV